藤井七冠に永瀬拓矢九段が挑む王座戦五番勝負の第1局はきょうから神奈川県秦野市で行われますきのう対局が行われる旅館では部屋の環境などを確認する見分が行われました前回の王座戦では藤井七冠が永瀬九段からタイトルを奪い史上初めてすべてのタイトルの制覇を達成しました今回は立場が逆となり、